タイトルは全然記憶してないんですよねあの乱読しまして、えー、少年向きの分厚い月刊誌があって少年小説いっぱいありましたからそれ以非常に楽しみでもう出るのを待ちきれずに本屋に23日前から行ってまだ出てないかというんでってましたね研究というのは甘の弱的な要素があるんですよね。 他の人の言ったことが正しいと頭から信じてたら仕事になりませんよね研究でやっぱりそれを疑って本当はそうじゃないんじゃないかと,と別の角度から見たいというのが必要になりますから、うん、まあ、そういう意味ではずっと天の鬼的な性格というのはずっと持ち続けたと思いますね壁を壁と思うか単なる障害物と思うか <laughs> 乗り越えられないあのものと思うか ちょっとした障害物でもうちょっと踏み出せば乗り越えられると思うかというそこの違いは楽観的であるかかないいによっっててだいぶ変わってきま,すですよ、ね、まあ明日は常にあるわけですからねだから当面どうしようもなければもう寝るよりしょうがないというまあそういうことでしょうかね。私自身そんなにそんなにずっっと悩んで困って 壁にぶつかって本当に何日も何日も苦しんだという記憶はまあ幸いないんですよ。まあ苦しむべきかもしれませんけれども、まあ本能的にそのあの生理的にそういうことが不可能だったのかもしれませんね。情報でもですね、あのもう今もちろんテレビだけじゃなくていろんな情報手段で。 えー、まあ毎日でも例えばアメリカであってヨーロッパの状況テレビで大画面で見るともうそこに自分がいると思いますよねで世界は非常に狭くなったわけですそういう意味では。しかしあのそういう情報だけでは狭くな,らなりえない要素があるんですねやっぱり生活実感そこの文化風土というのはその場に行かないとわからないですよね。 で我々テレビとか見たり、まあ、本だけで、えー、そのいろんな違う国のことを知ったと思うのはそれは間違い不十分ですそれはの研究の世界でもそうです生活だけじゃなくてですからやはりそういうものを違う文化なり違うスタイルを若い時に経験するというのは非常に意味があることだと思いますね。 私自身にとってもそのことであのそれの幅いろんな見方の幅が広かった経験の幅が広かったというのはその後大変プラスになりました私は私は受験勉強を決して否定するわけではありませんああいうふうに一定の知識を詰め込むというのはそれはそれで意味あるんですいいんですけれどもあの逆にそれを悪くとって非常に狭い考え方狭い領域のことをだけ勉強してもうこれで十分だと。 思ってしまうともうとは分からないわけですねそれを外に出ようとする気持ちがなくなりますからそうじゃないよということを言いたいですねまだあの思いがけないことそれ知りたいこと新しいことがいっぱいこの地球上、まあ、地球外も含めてですけど地球上でもいやあ,ありふれてるいっぱいあるよというそこに目を開いてほしいということですね。